先日10月31日衆議院選挙、投開票が済みました、うん、で自民党沖縄県連は、4人の候補者を全員が当選することができましたので、うん、ちょっとそのことについて中で私たち応援してますので少し触れながらお話をさせていただきたいんですけれども、はい、全体的に選挙終わってどんな感想を持ってますか、継ぐ時に。はもう率直に申し上げるとすれば当然の結果かなと思っていましてそれを理解いただいた多くの県民がいたからその結果だと思うんですけど、本当にそこに関しては感謝ですね。やっぱり今まで戦い苦しい戦いを強いられてきてたんですけども、いろんなその政治の中身だとかその、まあ、沖縄のに対する特別な法律のことだとかっていうのがより多くの県民に浸透してたのでこの結果になったんじゃないかなって思ってるので、うん、そのことについてはもう非常に嬉しく思ってます、うん、はい、まさに、うん、まさに当たり前に勝たなきゃいけないところをいつも苦しい思いをしていたのが沖縄の自民党だったと思うので、本当にこの4人の当選は私は嬉しくて、2人が選挙区で勝ちました、はい、で2人が比例で復活当選なんですけれども、この選挙区で2人を通したっていうのはもうなんか本当に何て言うんだろう、か感動という言葉で表現していいかわからないんですけど嬉しかったですね。嬉しかったですね。本当に4区、私たち4区で西銘恒三郎先生が選挙区で当選することができて、3区の西島尻愛子先生が、戻れるということで選挙区で戻れるっていうのは本当に大きくて、3区に辺野古の基地がありながら、この問題に対してオール沖縄がもういつもああだこうだ言ってる中勝てたっていうのはものすごく大きな力になったなっていうのがありますので、もう沖縄のその政治が風向きが変わるきっかけになれるんじゃないかなと私は思っているので、今後に期待したいと思います。で、私たちは4区ですので、西銘先生の、応援について少し話をしたいんですけれども、全、4区の全市町村で西銘先生票は、勝ちました、ちょっとそのことについて少し話をしたいんですけど、普段はねちょっと負けたりするんですよね、どこかの市町村がね。そうですね今回はね、ちょっと頑張りましたね、はい、どういうふうに捉えてますか。これはまあ先ほども言ったんですけど、まあ、当たり前の結果っていうことで、そう思っているところもあるんですけど、やっぱりこう大臣となられて、西銘先生がですね、復興大臣、それから沖縄の北方対策担当大臣ということになったので、あ、大臣だったらどういう、なんていうの、国会の動きになるんだろうとかっていうのを、いろんなその各市町村の議員が、ご当地でいろいろ遊説活動だとか、あるいは個別にその知り合いの方々を通じて、こういうふうになるんだよ、今から沖縄にとっては西銘先生は大事なやっぱ存在なんだよっていうのを改めて心からお伝えをしたことがこの結果につながってるんじゃないかなと思うのと一つ、であと相手の近所徹さん、相手だった方は那覇から来られたんですよね、だからそれも僕がいろいろ話の中で聞いてると、那覇から来て誰でもいいのかみたいなことの要因もあったんじゃないかなと思います。まあでもそれは向こうの話であって、まあ有権者である4区の多くの沖縄県民の皆さんはやっぱりこの必要性を感じていたんじゃないかなっていうふうに思っています、そうですね、いつも私は選挙の時に革新から出る方たちっていう人の票は固まってるじゃないですか、だから私たち自民党系で出る出馬するその候補者の戦ってる相手って自分たちの仲間をどう選挙に向かわせるか投票させるかっていうところなのかなってずっと思っていて、今回もだから今継ぐ時が言ったように那覇から急に出てきて近所徹さんが4区で出た出馬してもある程度一定の票が取れるっていうのはやっぱり革新票が入るっていうことだから、そこら辺はどう私たちが乗り越えて相手に しなくていい人を相手にしてる感じなので、自民党は、この保守の団結をどう団結させるかっていうところが力になるのかなって思ってるんですけど、得票数に関しては伸びましたよね、西銘
そうですね、5000票あまり伸びたということで、うん、これは本当に良かったですね。もう本当にやってみて良、うん、かった、ね、もうそうあるべき。ただ裏ではっていうか、やっぱり僕らはその中枢で豊見城においてはもう動く側じゃないですか、やっぱり、うんうんうん、最後まで本当に心配でしたよ ね、 ね、ドキドキ。だって豊見城がずっと足引っ張ってるって言われていたから怒られてました。いやどうしても、まあ、もちろんこう、ね、有権者にとってはもうその選挙のね勝つ勝たないとかっていうのはそんなに、ね、選んだからにはちゃんとやってくれよが、うん、ここから先の有権者の期待ですけど、やっぱ僕らにとっては一方では豊見城で西銘大臣の票を負けるわけにはいかないっていう思いで勝たなきゃいけない、やってましたので、それは僕らが豊見城の多くの方々に活動したよってことにもなりますので ね、 そ, うですね、はい、それは大事なことだったかな。あんなに怒られたのに今回かなり私たち怒られてましたよね。なんか豊見城の動きが見えないというか、そう、だからそこでですよ、前にも新垣裕太議員、糸満市議会議員の裕太議員がおっしゃってましたけど、そうなんです、糸満の市議選がいよいよ11月の14日迫ってきましたので、また前回前々回から、まあ、以前にもこの番組に出演していただいた新垣裕太議員が今一生懸命頑張っている途中ですので、まずこの11月14日にはですね、また頑張って勝ち抜いていただいて、またこの番組に出たいという発言もあったので、うん、はい、その時にお話をした、あの違法な選挙運動はやめましょうって紳士協定を結んだよって話があったじゃないですか、うん、ありましたね、はい、でそれを今や多分全権的に今回、まあ、革新の、ね、うん、皆さんはどうか分かりませんが違反してましたね、うん、革新は我々についてはもうそうだよなってことで、特に今回、大臣の選挙なので、やっぱり本人は選挙中だけど大臣っていう役職は持っているじゃないですか、うんうんうん、だから急に何かあった時にはもうそれなりに国に対する公務にやらないといけないということで護衛がつく、つまり SP の皆さんがついていくわけだから、そこに違法な本人がいらっしゃる時でもそうじゃない時でも選挙はこう法にのっとってやらないといけないというのが口酸っぱく言われてましたもんね、はい、だから違法なことはやらないということと、うん、であとそれに対する無駄な費用も捻出しない、うんうん、本当にこれでやり方当たってるのかっていうところにはちゃんと法にのっとったやり方で支出をしていくっていうことに、この日本は結構大きくこれまでとは違う動きかなと、うん、雰囲気違いますよね。そうそうそう、全然なので上りやらこの遊説活動やらもう無視して、法を無視してやった、過去に対してそれが改善された、うん、だから今までみたいにこう目立つようなパフォーマンスはそんなにやってなかったんだけど、うん、今先ほど綾子議員おっしゃったように5000票伸びた西銘先生がですね、うん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 、これについてはもう僕はじゃあもう僕らが主張していたちゃんと法を犯さずにやりましょうって今糸満市議選がやってるように正解だったんじゃないかなと思ってますから、これからもやり続けたいです、うん、まあまあ票が伸びたのはもちろんもう今後も伸ばしていかなきゃいけないし、うん、投票率も上げていかないといけないので、投票率が4区は 55%、うん、まあ、もうちょっと伸びていかなきゃいけないかな。もう今後来年ね、選挙イヤーと言われるぐらい選挙が続きますから、はい、どんどんそこら辺を関心を持ってもらわないといけないので、伸ばしていきたいと思います。で、選挙違反しなかったから票増えたのかってそれだけではないけれども、うるさすぎるとみんな行く気にならないってよく言われるし、何回も何回もお願いお願いって言われたらもう、うるさいってよく言われるので、スマートな選挙ができたのかなと私は思っているので、コロナをきっかけに、去年の県議選をきっかけに少しみんな戦い方というか選挙の取り組み方が少し冷静さをもう保てるようになってきたのかなと思います、うん、まあ、まだまだね違うやり方やってるところもありますけれども、今後も綺麗な選挙を進めていけたらなと思います。はい、そしたらね、政治資金というかもう選挙費用も抑えることができますので、うん、その分有権者へのサービス、まあ、活動に変えていくことができると思いますからね、今後もスマートに、うん、やっていきたいと思います。
で、はい、ちょっとこれは余談ですけれども、うちの4区の西目先生を応援している有権者はもちろんなんですけど、うちの玉城デニー知事も実は西目先生が大臣になってすごいなんか喜んでいた、心強いってね、そう言ってたじゃないですか、期待しますって。でうちの山川、豊見城の山川市長も西目大臣に、要請書を届けに行ったっていうこともあるし、だからそもそも論なんですけど、応援してる革新系の市長、革新系の市長が革新系の候補者を応援しているのにもかかわらず、実際は自民党の大臣、その候補者に頼っているっていうのも現実なんで、ここら辺はね、歪んでるなってやっぱり思った、やっぱり思った選挙でしたね。マイク握ってる相手違うんじゃんと思いながら。そうですよね、だから解散した日が10月の中旬ぐらいだったかな、19日が公示でしたね。そっか、ちょっと前だから14とかが多分解散しているんですよ。でその日に麻也子議員が言ったように山川市長は東京にアポを取らずかどうか知らんけど、まあ会えてないからね、会えてないからアポ取れなかったと思うんですよ。電話で、来週行きますからみたいな感じだったらしいんですね。で行った。で西部先生にこの豊見城に対する要請を沖縄担当大臣だからお願いしますって言いに行ったんですけど、選挙前に行くっていうやっぱその必要性が一つあったっていうことと、やっぱり西目先生が沖縄のことを思ってくれてるから、ぜひ自分の公約実現か分からんけどそこにプラスになると思ってやった行動なんですよね、だから言ってもらわないと困るって言ったし、裏を返せば西目先生が勝つってこと分かってたんじゃないですかね。えだったら最初から西目先生応援してくれればよかったのにね。それはほらできないじゃないですかいやもう矛盾だらけですよ ね、 そうだからできないんですよ。市民のため思ったら絶対西目先生が大臣として活躍することを望むんだけど、自分のためにもね、そう応援されている人が違うとか、だからその辺なんですよ、よくも県民のために頑張るとか言うなと思ってます、まあここは仕方ないかな。もうでも裏ではちゃんとじゃない、裏では違うことやってるっていうのがもう明確に見えたかなと今回本当に思いました、本当に我々自民党の代議士が全員当選を果たしてくれて、選挙区はねお二人だったかもしれませんが、国場先生と宮崎先生は比例復活を果たせたので、本当にもうこの全選挙区では良かったと思ってまして、同時に多くの県民の方々に本当に感謝です。ありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、そこにつきます。ちょっと話ずれますけど、2区で、うちの市長のお兄さん出ましたよね。ダメでしたけど、またこういうのも、批判になっちゃうんですけれども、なんでだったんだろうっていうのがすごく不思議でしたね、あれは。まあ冷静な県民の判断があったので僕はもうこれ以上何もないです。わかりました、私は4区もちろん西目先生勝っていただいて本当に感謝なんですけど、実は3区の島地雷子先生の選挙はですね、前の参議院で落選した時の選挙に女性部長として関わっていたので、本当に私は戻っていただきたくて戻っていただきたくて、ね、その時の思いがすっごいしこりになって残っていたので本当に嬉しかったんですね。そしたら愛子先生が戻って暴れますって言っていたので、もうぜひ暴れてほしい、沖縄のために日本のために暴れると言っていたので、僕はもう選挙区、うちの選挙区ですから西目大臣にもうめちゃくちゃいっぱい要請事項というか、もう一緒にもう、ね、願いを込めて渡すだけではなくて、僕らが汗かける分は全部頑張りますよっていう思いでやっていきたいと思います、本当に、それはね批判だけじゃない我々の思いもこの番組でお伝えできればなと思ってますので、そこは本当にやりたいところですね今後も私たちは地方議員としても市議会ですけれども、沖縄から日本を支える意味で、私たち地方議員も頑張っていきたいと思います。